ここは駅前特産空間。ちょっとここ見てこうか。お土産も買ってきましたよ。なんかどういうビューかわかりませんけど、唐辛子があれらしいんでね、なんか生唐辛子ソースってのが売ってたので、それをね、ちょっと買ってみたい。実家のね、うちの親父がね、慣れてね、あの辛党なんでね、その他の辛い系のやつはね、お土産に買ったことがいいですからね。よしっていう感じで、あ、大体1回なんですかな。あ、もう1回っぽい時間に余裕があったら、よし、もうとりあえず紀伊長島まで帰ろう。といえばね、お返事もしてるよな、これ直線やもんな。普通に行くと6回とも3160円か。何個やばい食べちゃうと180円。あ、そっか、キーカツ大器はね、この時間ありがとうございました。お待たせです。車内にお忘れ物ございませんかお教えください。車内にお忘れ物ございませんかお教えください。一番目の急ランキー1号お使いいただいて、次はシングルにご参加を。諦めに、もう押さえとかないとね。あ、いったあれ。何のためだったね。最近学んだんですよね。斜めに撮っておけば、TikTok にも YouTube にも対応できるっていうのは、これね、頭いいと思ってた。鬼ヶ島は。最近とあれですね、鬼ヶ島仕事は何があったんだ。花の横やし、知らねえだ。最初の時はやっぱりあれでシティリミハルを見ましたね。あと、花の見当たりをやったっけですね。はいはい。で、名古屋方面は2番乗りと。でした。またできた。なんか。先行あったんだ、こんな感じで。へぇ。向こう側からですから、普通に別に取れたんですね、大桑の方から。で、これが、ナッチの黒石ですね。飛ぶかと思ったら、そうですね。黒石ですよね、こっちといえば。はい。立派や。よいしょ。で、まあ、20分ぐらいで電車も来るんで、有色調査隊長向こうらしいです。だいぶ先の方ですので、あれですけど。まあ、やってみた。列車待ちました。2番線普通列車滝行き到着でございます。11時34分発滝行きでございます。
川瀬方面各駅に停まります。